運の侍座不臭ねえ少し外へ出てみないああ私たちは少し飲みすぎたようだステップがよろよろと崩れてちっとも鮮やかに決まらない松永の肩に首をのせているというよりも 彼のたくましい首に両手を回してしっかり抱きついているのだった火のように熱い自分の息が彼の真っ赤な耳たぶにぶつかっては逆に私の方をたたくひやりとした空気が襟首の辺りに触れた気がついてみるともう屋上に出ていた辺りは真っ暗ただ足の下がキラキラ光っている がっさあベンチだよおかけ彼はぐにゃりとしている私の体をベンチの背中に持たせかけたあ,あ冷たい木の床いい気持ちだ私は頭をガクンと後ろに垂れた何やら足りないものが感じられる 私は口をパクパクと開けてみせた「何だね?」と彼が言った変な角度からその声が聞こえた「逃げちゃいやよ」「タバコ」ああタバコかい親切な彼は火のついた新しいやつを私の唇の間に挟んでくれた「吸っては吸う」 美味しい。本当に美味しいおいしいおい大丈夫かい松永はいつの間にかあたしのそばにぴったりと体をつけていた大丈夫よこれくらいもう11時にまもらんよ今夜は早く帰ったほうがいいんだがな奥さんやしてよあたしはどなりつけてやった。 バカにしているわ、奥さんなんていくら冷血の博士だってこう毎晩続けて奥さんが遅くっちゃきっと感づくよもう感づいてるわよ感づいてちゃ悪いもちろんよかないよしかし僕は恐れるとは言いやしないはあどうだか恐れていますって声よ とにかく博士を怒らせることはよくないと思うよことを荒立てちゃ損だ平和工作を十分にしておいてそのもとで我々は楽しい時間を送りたいんだ今夜あたり早く帰って博士の首ったまに君のその白い腕を巻きつけるといいんだがな彼の言っている言葉の中には確かに私の夫への恐怖がうかがわれる 青年松永は子供だそして偶像崇拝家だあたしの夫が博士でありそして十何年もこの方研究室に閉じこもって研究ばかりしているところに一方ならぬ圧力を感じているのだ博士が何だいあたしから見れば夫なんて紙人形に等しいおばかさんだおばかさんでなければ あんなに昼となく夜となく研究室で死体ばかりをいじって暮らせるものではないそのくせこの34年こっち夫は私の肉体に指一本触ったことがないのだ私は前から持っていた心配をここにまた苦く思い出さねばならなかったこの調子で行くとこの青年はきっと私から離れて行こうとするに違いない きっと離れていくだろうああそれこそ大変だそうなっては私は生きていく力を失ってしまうだろう松永なくして私の生活が何の一日だってあるものかこうなっては最後の切り札を投げるより他に道がないおおその最後の切り札 ねえとあたしはかれのからだをひっぱったちょいとみみをおかしいよあたしがこれからいうことをきいておおきなこえをだしちゃいやよかれはけげんなかおをしてあたしのほうにみみをさしだしたいいことぐっとこえをおとしてかれのみみのわなにふきこんだ。 あんたのためにあたし、今夜うちの人を殺してしまうわよ。え<っ>？これを聞いた松永はあたしの腕の中でピーンと指しを硬直させた。なんて育児なしなんだろう。二十七にもなっているくせに。庭内は底知れぬ闇の中に沈んでいた。 おあつらい向きだわ今夜はよもすがら月がないトントンと長い廊下の上に私の足音が嫌に高く響く薄暗い廊下明かりが雲の巣だらけの天井にぽっつりついているその角を直角に右に曲がるプーンときつい薬剤のにおいが流れてきた 夫の実験室はもうすぐそこだ。夫の部屋の前に立って、私はコツコツとドアをたたいた。返事はない。なくてもかまわない。ハンドルをぎゅっと回すと、扉はくもなく開いた。夫は私の訪問することなどを全然予期していないのだ。だから扉扉には鍵も何もかかっていない。私は、 アルルコール漬けの標本瓶の並ぶ棚の間をすり抜けてずんずん奥へ入っていった一番奥の解剖室の中でガチャリと金属の器具が触れ合う物音がしたああ、解剖室それは私の一番苦手の部屋であったけれどドアを開けてみると一段と低くなった解剖室の玉に果たして 夫の姿を見出した解剖台の上に半身を前かがみにして死体をいじり回している夫ははっと表を上げた白い手術帽と大きなマスクの間からギョロとした目だけが見える困惑の目の色がだんだんと憤怒の光を帯びてきただが今夜はそんなことで驚くような私じゃない。 裏庭で変な,うなり声がしますのよ。そしてなんだかチカチカ光り物が見えますわ気味が悪くて寝られませんのちょっと見てくださらないおお<ー>と夫は獣のようにうなったく <laughs> くだらないことを言うなそんなことはないい,いえ本当でございますよ あれはきっとあの辛い戸からでございますわあなたがお悪いんですわ由緒ある井戸をあんなふうにお使いになったりして辛い戸というのは奥庭にある古い由緒も非常識な夫の手にかかっては解剖のあとのくず骨などを投げ込んでおく地中のくず箱にしかすぎなかったそこはうんと深かったのでちょっとやそっとくずを投げ込んでも 一向に底が浮き上がって来なかっただ、黙れ明日になったら見てやる明日では困りますただいまちょっとお探りなすってくださいませんか侍と私はこれから警察に参りあの井戸まで出張していただくようにお願いいたしますわ待ちなさいと夫の声が震えた 見てやらないとは言わないさあ案内しろ夫は腹立たしげにメスを解剖台の上に放り出した死体の上にはさも大事そうに防水布をすぽりとかぶせて初めて台のそばを離れた夫は棚から太い懐中電灯を取ってスタスタと出て行った私は10歩ほど離れて後に従った 夫の手術着の肩の辺りは醜く角くばって何とも言えない嘘寒い後ろ姿だった歩むたびにひょこんひょこんと何かに引っかかるような足つきがまるで腎臓人間の歩いているところと変わらない私は夫の仕ゆくを後ろからドンと突き飛ばしたい衝動にさえかられたその時の異様な感じは それからのちしばしばあたしの胸によみがえってきてそのたびに気持ちが悪くなっただがなぜそれが気持ちを悪くさせるかについてその時をまだはっきり知らなかったのである後になってその謎が一瞬間に解けた時あたしは言語に絶する驚愕と悲嘆とにくれなければならなかった訳はおいおいわかってくるだろうから ここには言わしんかんとした裏庭に降りると夫は懐中電灯をパッと転じたその光が庭石や生え伸びた草むらを白く照らしてまるで風景写真の因果を透かしてみた時のようだった私たちは無言のまま雑草をかき分けて進んだ何にもいないじゃないか。 夫は低くつぶやいたいないことはございませんわあの井戸の辺りでございますよいないものはいないお前の臆病から起こった錯覚だどこに光っているどこにうなっているああなた変でございますよ何ごらんなませ 井戸の蓋が。井戸の蓋。おお、井戸の蓋が開いている。どうしたんだろう？井戸の蓋というのは重い鉄蓋だった。直径が1メートル強もあって非常に重かった。そしてその上には楕円形の穴が開いていた。15センチに20センチだから。 縁に近い夫は秘密の井戸の方へそろりそろりと歩み寄った夫は秘密の井戸の方へそろりそろりと歩み寄った分からぬようにそっと内部を覗いてみるつもりだろう腰が半分以上も浮き立った夫の注意力はすっかり穴の中に注がれている すぐ後ろにいるあたしにも気がつかないチャンスえ,えいドーンと夫の腰をついたふいを食らってな,な何をするうおこと夫は初めてあたしの会心に気がついたしかしそういう叫び声の終わるか終わらないうちに 彼の姿は地上かのたはらえ深い殻いどの中に転落していったのだ懐中電灯だけが彼の手を離れもんどり打って草むらにあごをぶっつけたやっつけたと私はにわかに頭がはっきりするのを覚えただがそれで安心できるだろうか ととうとうやったね別な声が後ろから近づいた松永の声だと分かっていたがギクンとしたちょっと手を貸してよ私は拾ってきた懐中電灯で足元に転がっているたくあん石の倍ほどもある大きな石を照らした「どうするのさこっちへ転がして」とゴロリと動かして あもういいわよ。あとは一人でやった「うんーっとっしょ」「奥さんそれはおよしなさい」と彼は慌てて止めたけれどうんーっとしょ。大きな石はゴロゴロ転がりだしたそして 勢いすさまじく井戸の中へ落ちていった夫への最後の贈り物だちょっとの間を置いて何とも名じょうできないような共感が地の底から響いてきた松永は私のそばにガタガタ震えていたさあもう一度ウインチを使って蓋をしてちょうだいよ。 ギチギチとウインチの鎖がきしんで井戸の上には元のように重い鉄蓋がのせられたちょっとその穴から下をのぞいてみてくれない鉄蓋の上には楕円形ののぞき穴が開いていた縦が2 0ンチ、横が1 5ンチほどの穴であるとんでもない松永は驚いてしみをした。 夜の闇がこのままいつまでも続いているとよかったこのやわらかいしとねの上に彼と2人だけの世界が世間の目から永遠に置き忘れられているとよかったしかし容赦なく白い暁がカーテンを通して入ってきたじゃあちょっと行ってくるからね。 松永は実直な銀行員だった永遠の幸福を思えば彼を素直に勤め先へ話してやるよりほかはないじゃあ行ってらっしゃい夕方には早く帰ってくるのよ彼は腫れぼったい目を気にしながら出ていった使用人のいないこの広い邸宅はまるで化け物屋敷のように静まり返っていた一週に一度は端っつふがやってきて 食料品を補ったり洗い物を受け取ったりしていくのが例だったいつまで寝ていようともう気ままいっぱいにできる身の上になった呼びつけては気短に用事をどなりつける夫もいなくなっただからいつまでもベッドの上に眠っていればよかったのであるがどういうものか落ち着いて寝ていられなかった私はちぐはぐな気持ちでとうとうベッドから起き出た 着着物を着替えて鏡に向かった。青白い顔、ちばしった目、カサカサに乾いた唇。お前は夫殺しをした。私はいわでもの言葉を鏡の中の顔に投げつけた。おお、殺人者。私は取り返しのつかないことをしてしまったのだ。 窓の向こうに見える井戸の中に夫の肉体は崩れてゆくだろう彼にはもう二度とこの土の上に立ち上る力はなくなってしまったのだ鉛筆の芯が折れたように彼の生活はプツリと切断してしまったのだ彼の研究も彼の家族もそれから彼の財産もすべて夫の手を離れてしまった 彼は今日まですっかり無駄働きをしたようなものだそんなことをさせたのは一体誰の罪だ殺したのはあたしだしかし殺させるように導いたのは夫自身だったじゃないか他の男のところへ嫁いでいれば人殺しなどをせずに済んだに違いないあたしの不運が人殺しをさせたのだと言って 人殺しをしたのはこの手であるこの鏡に映っている女であるもう拭っても拭いきれないあたしの肉体には「夫殺し」の文字が大きなあざになっているのに違いない誰がそれを見つけないでいるものかじわりじわりと試直の手があたしの首に迫ってくるのが感じられるああ こんな嫌な気持ちになるのだったら、夫を殺すのでなかった。押し寄せてくる不安に、私はもう耐えられなくなった。何か救いの手を述べてくれるものはないか。そうだ。ある、ある。お金だ。夫の残していた金だ。それを探そう。いつか、 夫が莫大な札を数えているところへ入っていったことがあったあれは5年ほど前のことだったが研究に使ったとしてもまだ相当残っているはずそれを見つけてあとはしたいことを今夜からでもするのだ私はそれから夕方までを亡き夫の隠匿している財産探しに費やした茶の間から始まって寝室から書斎の本棚 机の引き出し、それから洋服ダンスの中まですっかり調べてみたその結果は言うまでもなく大失敗だったあれほどあると思った金が50円とまとまっていなかったこの上は夫の解剖室に入って死体の複合までを調べてみなければならなかったがあの部屋だけは全く手を出す勇気がない しかしそれほどまでにせずともこれ以上探しても無駄であることが分かったそれは数冊の貯金帳を発見したことだったがその帳面の現在高は言い合わせたようにいずれも1円以下の少額だった結局我が夫の懐具合は非常に悪いことが分かった意外ではあるが事実だから仕方がない失望のあまり 今度はぼーっとした。この上は化け物屋敷と広い土地とを手放すより他に道がない松永が来たらば適当な時にそれを相談しようと思った彼はもう間もなく訪れてくるに違いない私はまた鏡に向かって髪形を整えただが 調子の悪い時には悪いことが無制限に続くものであるというのは松永はいつまでたっても訪ねてこなかったもう30分もう1時間とまっているうちにとうとういつの間にやら12時の時計が鳴り響いたそして日付が一つ新しくなったやっぱりそうだ 松永はあたしのところから永遠に逃げてしまったのだ彼のために思い切ってやった仕事があの子どもっぽい青年の胸に恐怖を植えつけたのに違いない人殺しの押しかけ女房のもとから逃げ出したのだもう会えないかもしれないあのかわいい男にモダに満ちた夜はやがて明け放たれた 憎らしいほどの超気だった。だが、うちに閉じこもっている私の気持ちは、腹立たしくなるばかりだった。幾回となく発作が起こって、私は獣のように叫びながら、灰色に汚れた壁に我と我が体を打ち付けた。あまりの孤独。消しきれない罪悪。迫り来る恐怖戦律。 その苦悶のために気が変になりそうだ恐ろしかったあの重い鉄蓋が持ち上がるものだったら私は殺した夫の後を追って井戸の中に飛び込んだかもしれないわめきもえ暴れているうちにとうとう体の方が疲れ切って私はベッドの上に身を投げ出した眠ったことは眠ったが 恐ろしい夢を幾度となく次から次へと見たふとその白昼夢からぱったり目覚めたおやおや眠ったようだと気がついた時庭の方のガラス窓がコツコツとたたかれるのでその方へ顔を向けたあた<あ>しは思わず大声を上げるとその場に飛んでおきたなぜなら庭に向いた窓の向こうから しきりにこっちをのぞきこんでいるものがあったその丸い顔紛れもなく逃げたとばかり思っていた松永のお笑顔だった「ばあさんお入りどうしてゆうべは来なかったのさ」うれしくもあったけれど相当悔しくもあったので私はそのことをまず尋ねた「ゆうべは心配させたね」 でもどうしても来られなかったのだえらいことが起こったねえらいことって若い女の人とままごとをすることなのそそんなのんきなことじゃないよ僕はゆうべ警視庁にとどめられていたんだそして今から30分ほど前に釈放になったばかりだよあっ警視庁なの私ははっと思った そんなに早く露見したのかなそうだ災難に類する事件なんだがねと彼は急に興奮の色を浮かべて言った実はうちの銀行の金庫室から真夜中にたくさんの現金を奪って逃げたやつがあるんだそいつがわからないその部屋にいる青山金之進という番人が殺されちまったそして不思議なことに その部屋に入るべきあらゆる入り口が完全に閉じられているのだ穴といえばその部屋にある送風機の入り口と壁の欄間にある空気窓だけだ空気窓の方ははめ込んだ鉄の棒がなかなか取れないから大丈夫もう一つの送風機の穴は蓋があってこれが外せないことはないが何しろ二十センチそこそこの丸型で他は同じくらいの大きさの鉄管でできている 20センチほどの直径のことだからどんなに油汗を流してみても体が通りゃしないそれなのに犯人の入った証拠は歴然としているのだこんな奇妙なことがあるだろうか現金はたくさん盗まれたのうん3万円ばかりさこんなおかしいことはないというので記事は禁止で我々行員が全部疑われていたんだよ 僕もおかげで金則を食らったばかりかとうとう一泊させられてしまったひどい目に遭ったよ松永はポケットの中から1本のたばこを出してうまそうに吸った変な事件ねまったくだ探偵でなくてもあの現場の光景はあの現場の光景は考えさせられるよ入り口のない部屋で白昼のうちに 巨額の金が盗まれたり人が殺されたりしているその番人はどんなふうに殺されているんでしょう胸から腹へかけて長く続いた細いメスの跡があるそれが変なふうに焼けている一見古傷のようだが古傷ではないまあどうしたんでしょうねところが解剖の結果もっと偉いことが分かったんだよ 驚くべきことはその奇妙な古傷よりもむしろその傷の下にあった。というわけは腹を割いてみると驚くじゃないかあの番人の肺臓もなければ心臓も胃袋も腸もない臓器という臓器がすっかり噴出していたのだそんな意外なことがまたとあるだろうか。 まあと私は言ったものの変な感じがした私はそこで当然思い出すべきものを思い出してぞっとしたのだしかしその奇妙な臓器紛失が検索されていた僕たち社員を救ってくれることになった僕たちが手を下したものでないことがその奇妙な犯罪から逆に証明されたのだと言うと つまり人間の入るべき入り口のない金庫室に忍び込んだやつが3万円を奪った挙句万人の臓器まで盗んでいったに違いないということになったのさ無論どっちを先にやったのかは知らないが思い切った結論じゃないのそんなことはありえるかしらなんとかいう名探偵がその結論を出したのだ捜査課の連中もそれを取った もっとも結論が出たって事件は急には解けまいと思うけれどねああしかし恐ろしいことをやる人間があるものだもうよしましょうそんな話はあんたがあたしのところへ帰ってきてくれればほかに言うことはないわ縁起直しに今古いブドウ酒でも持ってくるわあたしたちはそれから口当たりのいい洋酒の杯を重ねていった お酒のの力が一切の暗いい気持ちを追い払ってくれた全くありがたいと思ったそしてまだ酔いのうちだったけれど私たちはカーテンを下ろして寝ることにしたその夜はすっかり熟睡した松永が帰ってきた安心と連日の疲労とがお酒の力で柔らかに溶け合い私を泥のように熟睡させたのだった 浴場を気のついた時はもうすっかり明け放たれていたよく眠ったものだ私は全身的に元気を回復したおや隣に並んで寝ていたと思った松永の姿がベッドの上にもそれから室内にも見えない庭でも散歩しているのじゃないかと思ってしばらく待っていたけれど一向彼の足音はしなかった もう出かけたのかしら「今日は休むと言っていたのに」と思いながらテーブルの上を見るとそこに見慣れない四角い封筒が載っているのを発見した私ははっと胸をつかれたように感じたしかし手を伸ばしてその置き手紙を開くまではそれほどまで大きい驚愕が隠されているとは気がつかなかったああ あのきそれは松永の筆跡に違いなかったけれどその走り書きのペンの跡は地震計の針のように震えやっと次のような文面を判読することができるほどだった愛するウオコよ僕は神に見捨てられてしまったかけがえのない大きな幸福を棒に振ってしまわなければならなくなったウオコよ 僕はもう再び君の前に姿を現すことができなくなった。ああ、その訳は。ウオコよ、君は用心しなければいけない。あの銀行の金庫を襲った不思議な犯人は世にも恐ろしいやつだ。あいつのまことの目標はひょっとするとこの僕にあったのではないかと考える。僕は、 今や真実を書き残して愛する君に伝える僕は夜のうちにあの隆々たる鼻ときりりと引き締まった唇と自分のものを褒めることを笑わないでくれこれが本当に褒め納めなのだから僕はその鼻と唇とを失ってしまった夜中にふと目が覚めてなんとなく変な気持ちなので起きだしたところ 君の化粧台の鏡の中に世にも醜い男の姿を発見したのだこれ以上は書くことを許してくれそして最後に一言祈る君の体の上に僕のあったような危害の加えざらんことを松永哲夫 この手紙を読み終わって、私は悲嘆に暮れた。なんというひどいことをする悪漢だろう。銀行の金を盗み、万人を殺した上に、松永の美しい顔面をむごたらしく破壊して逃げるとは。いったいそんなことをする悪漢は何やつだろうか。手紙の中には、犯人は松永を目標とするものだと思うと書いてあった。松永は、 何をしたというのだ。ああやっぱりあれだろうかそうかもしれないいやいやそんなことはない夫はもう死んでいるのだそんなことができようはずがないその時私はふと床の上に異様な物体を発見した ベッドから滑り降りてそのそばへ寄ってよくよく見たそれは茶褐色の灰の塊だった灰の塊それは確かに見覚えのあるものだった夫がいつも愛用したドイツ製のハンネリたばこの吸い殻に違いなかったそんな吸い殻が昨日もおとといも掃除をしたこの部屋に残っているということが おかしかった誰かゆうべのうちにここへ入ってきてたばこを吸いその吸い殻を床の上に落としていったと考えるよりほかに道がなかったそして松永がそんな種類のたばこを吸わぬことは極めて明らかなことだったするともしや死んだ夫が私は急に目の前が暗くなったのを感じた。 ああ、そんな恐ろしいことがあるだろうか井戸の中へ突き落とし大きな石灰を頭の上へ落としてやったのにその時入り口のドアについている真鍮製のハンドルが一人でくるくると回りだしたガチャリと鍵の音がした誰だろうもう私は立っているに耐えられなかった 扉は静かに開くだんだん開いてやがてその向こうから人の姿が現れたそれは紛れもなく夫の姿だった確かにこの手で殺したはずのあの夫の姿だった幽霊だろうかそれとも本物だろうか 私の喉から自然に叫び声が飛び出した夫の姿は無言のまま静かにこっちへ進んでくるよく見ると右手には藍臓の古ぼけたパイプを持ち左手には手術機械の入った大きなカバンをぶら下げて私は極度の恐怖に襲われたああ彼は。 いをしようというう。とのだろう夫はテーブルの上へどさりとかばんを置いたピーンと錠を分けるとかばんが崩れてピカピカする手術機械が現れたな何をするのです夫はよく光る大きなメスを取り上げたそしてじりじりと。 たののだにっってくるのだったメスの先端が花の先に伸びてきた「誰か誰か来てください」<laughs> <laughs> と夫は初めて声を出した気持ちがよくてたまらないという笑いだった 白いものがおっとのてからとんできてあたしのびこうをふさいだきついかおりだとそのままあたしはきがとおくなったそのつぎきがついてみるとあたしはベッドのあるいまとはちがってまっくらなばしょになんだかむしろのようなうえにねかされていた。 背中が痛い裸に引き向かれているらしい起き上がろうと思って体を動かしかけて体の変な調子にハッとしたあ腕が利かないどうしたのかと思ってよく見るとこれは効かないのも道理。私の左右の腕は肩の下からぶっつり切断されていた 腕なし女 <laughs> 片隅から嫌な忍び笑いが聞こえてきたどうだ体の具合はあ夫の声だあああそれで分かったさっき気が遠くなったからこの両腕が夫の手で切断されてしまったのだ 憎んでも憎み足りないその復讐心起きれたらしいが一つ立たせてやろうか夫はそう言うなり私の脇の下に冷たい両手を入れた持ち上げられたが腰から下が嫌に軽いふわりと立つことができたがそれはうだけの高さだった 大部から下が切断されているななんという無言たらしいことをする悪魔どこもかも切っちまって切っちまっても痛みは感じないようにしてあげるよ痛みがなくても腕も足も切ってしまったのねひどい人悪魔ちくし 切ったところもあるが増えているところもあるぜ。<laughs> 増えたところ。夫の不思議な言葉に私はまた身振りをした。私をどうするつもりだろう。今見せてやる。ほらこの鏡でお前の顔をよく見ろ。 懐中電灯が顔の正面から照りつけたそしてその前に差し出された鏡の中私はその中に見るべからざるものを見てしまったいや,いやいやいやよしてください鏡を向こうへやってふっはっは気に入ったと見えるね。 顔の真ん中に植えたもう一つの花は、そりゃあ、あの男のものだよ。それから、よろいどのようになった二重の唇は、それもあの男のだよ。みんなお前の好きなものばかりだ。お礼を言ってもらいたいものだな。 どうして殺さないんです。殺された方がマシださあ殺して待て待てそうむざむざ殺すわけにはいかないよさあもっと横に寝ているのだ今流動食を飲ませてやるぞこれからはサンドサンド俺が手を取って食事をさせてやる 誰が飲むものですか飲まなきゃ自由艦長をしよう。注射でもいいが。人思いに殺してください。どうしてどうして俺はこれからお前を教育しなければならないのだ。さあ。 横になったところで一つの楽しみを教えてやろうそこに一つの穴が開いているそれから下をのぞいてみるがいいのぞき穴と聞いてあたしの頭はそれを急いで探したああ,あった腕時計ほどの穴だ 体を芋虫のようにくねらせてその穴に目をつけた下にはテーブルなどが見える夫の研究室なのだ何か見えるかい言われて私は小さい穴をいろいろな角度からのぞいてみた「あったあった」「夫の見ろというものが」 椅子の一つに縛りつけられている化け物のような顔を持った男の姿着ているものを一見してそれと分かる人の姿ああなんと変わり果てた松永青年私の胸にはムラムラと反抗心が湧き上がった私はあなたの計画を遂げさせませんもうこの穴から下をのぞきませんよ 下を見ないでいればあなたの計画は半分以上効果を失ってしまいますはッはバカな女よと夫は暗がりの中で笑った俺の計画しているものはそんなことじゃない見ようと見舞いとそのうちにはっきりお前はそれを感じるだろう では、私に何を感じさせようというのです。それは妻というものの道だ。妻というものの運命だ。よく考えておけ。夫はそう言うと、コトンコトンと足音をさせながら、その天井裏を出ていった。 それから天井裏の奇妙な生活が始まった私はメリケンコ袋のような体を同じところに横たえたままただ夫がするのを待つよりほかなかったサンドサンドの食事は約束どおり夫が持ってきて口の中に入れてくれた私は両手のないのを幸福と思うようになった手がないばかりに鼻が2つあり おまけに唇が4枚もある周回な自分の顔を触らずに済んだ用を足すのにも困ると思ったがそれは医学にたけた夫が極めて始末のよいものを考えてくれたようだったその代わりある日注射針を喉の辺りに差し通されたと思ったらそれっきり大きな声が出なくなった前とは似ても似つかぬしわがれ声が ほんの申し訳に喉の奥から出るというに過ぎなかった何をされても不襲の身には反抗すべき手段がなかった鼻と唇とを襲がれた松永はその後どうなったか気のついた時には例の天井の穴からは見えなくなった見えるのは相変わらず気味の悪い死体やバラバラの手足や 瓶漬けになった臓器の中にうずもれて何かしらせっせとメスを動かしている夫の仕事ぶりだったその仕事ぶりを毎日朝から夜まで私は天井裏から眺めて暮らした「なんて熱心な研究家だろう」ふとそんなことを思ってみて後で慌てて取り消した そそろそろ夫の術中に入りかけたと気がついたからである妻の道妻の運命と夫は言ったが何を私に知らしめようというのだろうしかしついにそのことがはっきり私にわかる日がやってきたそれから10日もたったある日もう暁の尾行が窓から差し込んでこようという夜明け頃だった 警官を交えた一帯の検察係員が風のごとく忍び込んできた私は刑事達が盛んに矢探しをしているのを認めた解剖室から少し離れたところに麻雀卓を少し高くしたようなものがあってその上に缶持ちをつけるのによさそうな壺が載せてあったこんなものがある何だろうあ開かないぞ 捜査隊員はその壺を見つけてくるりと取り巻いた床の上に下ろして開けようとするが見かけによらず壺がきつく閉まっていてなかなか開かないそんんなな壺なんか頭足にしえ。と部長らしいのが言った刑事たちはその言葉を聞いてまた四方に散った壺は床の上に放り出されたままだった どうも見つからんこれは、犯人は逃げたのです彼らは確かに私たち夫婦を探しているものらしい私は何とかしてここにいることを知らせたかったが重い鎖につながれた不臭は天井裏のネズミほどの音も出すことができなかったそのうちに一行はみるみるうちに部屋を出て行ってあとはひっそりとして 機械は逃げてしまったのだ。それにしても夫はどこに行ったのだろう私はその時下の部屋に何か物の動く気配を感じたといきなりカタカタと揺れ出したものがあったあっ壺だテーブルの上から床の上に下ろされた壺がまるで中に生き物が入っているかのように さもじれったそうに揺れている何か入っているのだろうか入っているとすると猫か子犬かそれともヤシガニででもあろうかいよいよこの家は化け物屋敷になったと思いカタカタ揺り動くぼを楽しく眺め暮らした何しろそれは近頃にない珍しい活動おもちゃだったから。 その日も暮れてまた次の日になった壺は少し勢いを減じたと思われたがそれでも昨日と同じように時々カタカタと滑稽な身振りで揺らいだ夫はもう帰ってきそうなものと思われるのにどうしたものかなかなか姿を見せなかった私はお腹がすいてたまらなくなった ももう自分の体の体ことも気にならなくならくったただ一杯のスープにあたしの焦燥が集まった四日目五日目あたしはもう頭を上げる力もないつぼはもう全く動かないそうしてついに七日目が来た時間のことはわからないが ふと下の部屋がカタカタする音に気がついて例の覗き穴から見下ろすとこの前に来たように一体の警官隊が集まっていたその中でこの前に見かけなかったような一人のキビキビした背広の男が一同の前に何か言っていた博士は絶対にこの部屋から出ていません私はこの前に一緒に来ればよかったと思いますたぶん もうう手遅れにななったような気がします。あのバツバツ銀行の入り口の厳重にしまった金庫室へ忍び込んだのも確かに博士だったのですそう言うと変に思われるでしょうが実は博士はわずか1 5ンチの直径の送風パイプの中からあの部屋に侵入したのですそらあ理屈に合わないよ。と 部長らしいのが横へから叫んだあの大きな博士の体があんな細いパイプの中に入るなどと考えるのは滑稽すぎて言葉がないでは今その滑稽をお取り消し願うために博士の体を皆さんの前にお目にかけましょう何博士のありかが分かっているのか一体どこにいるんだ この中ですよムラは腰を曲げて足元の壺を指さした警官たちはあまりのバカバカしさにどっと声を上げて笑ったムラは別に怒りもせずに壺に手をかけて逆にしたり壺をいじったりしていたがやがてうやうやしく壺に一礼をすると手にしていた大きなハンマーでポカリと壺の胴中を叩き割った。 中からは黄色い枕のようなものがゴロリと転がり出たこれが我が国外科の最高権威室戸博士の餓死死体ですあまりのことに人々は思わず顔を背けたなんという人体だ顔は一方から削いだようになり肩にはわずかに骨の一部が隆起し 胸は左半分だけ腹はへその上あたりで切れている手も足も全く見えない人形の壊れたのにもこんなにまで無残な姿をしたものはないだろう皆さんこれは博士の論文にある人間の最小生理形態です。つまり二つある肺は一つにし胃袋は取り去って腸とつなぐというふうに 極度の肉体整理を行ったものですこうすれば頭脳は普通の人間の20倍もの働きをすることになるそうで博士はその研究を自らの肉体で試みられたのです人々はあぜんとして穂村の話に聞き入ったこの壺は博士のベッドだったんですこの整理形態に最も適したベッドだったんですところで こんな体でどうして博士は往来をかっ歩されたか今その手足をご覧に入れましょうむらは立って壺ののっていたテーブルの上に行ったそして台の中央部をしきりに探していたがやがて指を持って上からグッと押したするとギーっという物音がすると思うとテーブルの中からにょきりと。 二本の腕と二本の足が飛び出したそれは空間に博士の両腕と両足とを形作って見せたごらんなさいあの壺の蓋が開いて博士の体がバネ仕掛けでこの辺の高さまで飛び出してきたとすると電磁石の働きでこの腎臓手足がピタリとはまるのですしかしこの動作は博士が壺の底に開いている穴から テーブルの上の上隠しボタンを押さねばなりません。押さなければこの壺の蓋も開きません博士が餓死をされたのは眠っているうちにこの壺がテーブルの上から下ろされた結果です一座は苦しそうに由来だ。しかし博士は何かの原因で精神がさくらんせられたそしてあの教行を演じたのです 小さいパイプの中を抜けることはその手足を一時バラバラに外し一旦向こう側へ抜けた上また元のように組み立てれば苦もなくできることですそれを考えないとあの金庫の部屋に忍び込んだことが信ぜられないこれで私の説が滑稽でないことがお分かりでしょうやがて穂村は一同を促して退場を進めた。 あの夫人はどうしたろう」と部長が私のことを思い出した。奥夫人はアルプスの山中にしめ殺してあると博士の日記に出ています。さあこれからアルプスへ急ぐのです。人々はぞろぞろと部屋を出て行った。待って。私は力いっぱいに叫んだ。しかしその声は。 彼らの耳に達しなかったああバカバカ穂村探偵のおバカさんここにあたしがつながれているのがわからないのかい夫はあの天井の蓋の穴から逃げ出したのだ呪いの大切開は彼に命中しなかったのだああ今はあたしには餓死だけが待っている おバカさんが引き返してくるころには「あたしはもうこの世のものじゃない」「夫が死ねば妻もまた自然に死ぬ」「夫の方言が今死に望んで初めてガテンがいった」「夫はいつかこんなことの起こるのを予期していたのかもしれない」 私もここでいさぎよく死を祝福しましょう。